ピラタス PC-21 スイス空軍の PC-21 ピラタス PC-21 はスイスのピラタス社で製造されている単発ターボプロップ高等練習機である。現代の戦闘機は高度なアビオニクスを搭載するため戦闘機パイロットの教育もそのようなアビオニクスの操作に重点が置かれるようになった。逆に 超音速ジェット戦闘機の黎明機には早期から超音速飛行になれることが必須と考えられたが現在では超音速域とア音速、千音速域の飛行に大きな差はないと認識されており超音速を発揮できるほどの速度性能は高等練習機であっても重視されなくなっているそのため純粋な練習機としては 調達経費も運用コストも高価なジェット機を使うのは目的に必して不経済になってきた。こうした点に目をつけたピラタス社は長期にわたって広範囲な調査と研究を実施しこうした訓練を効率よく行うには運用コストの低いターボプロップ練習機が最適であるという結論に至った。ピラタス社は1997年11月に 次世代ターボプロップ練習機の改善点をテストするため PC-7 マーク2の改造系を飛行させた。一連のテスト結果を受けて、同社は1998年11月に新しい訓練システムの開発に資金を拠出することを決定し、PC-21 の開発を1999年1月に開始した。開発にあたっては、 当時のターボプロップ練習機をしのぐ、空力特性、より強力で柔軟性に富み、かつ、費用対効果に優れた、統合訓練システム、当時のターボプロップ練習機を、大きくは超えない、ライフサイクルコストなどが、基本主眼に置かれた。試作初号機は2002年4月30日に、スイスのシュタンスにある、ピラタス社の工場から、ロールアウトし、 同年7月1日に初飛行を行った。試作機の中の1機 HBHZB が2005年1月13日にスイスのブロッシュでエアロバティック飛行の練習中に墜落し、操縦士が死亡、地上にいた、もう一人が怪我を、追う事故によって失われた。他の試作機の HB ハザと HBHZC は現在でも飛行中。 極技飛行を行う PC-21PC-21 PC は全く新しい航空機である。エンジンは PC-9 の PT-6A-62 よりも高出力の PT-6A-68B を採用し、その大きなパワーを受け止め高速飛行や高機動飛行を可能にするために、プロペラは5羽のブレードを装備している。これによって、 最高速度は時速 700km 近くとプロペラ機としては極めて高速なものとなり、ジェット戦闘機で多用される訓練速度域をある程度カバーしている。機種上面には大きな傾斜が付けられており、前席、後席ともに良好な下方視界を確保する。また、主翼は前円にのみ約12度の後体角を付け幅を切り詰めたテーパー翼としており、 ロールレートは毎秒200度とこのクラスのターボプロップ機としては驚異的な速さを発揮する。機体の制限荷重もプラス 8G、4G とジェット戦闘機並みである。さらにプロペラトルクの影響を防ぐための自動修正機能によって操縦性をよりジェット機に近づけている。タンデム配置のコックピットはバードストライク対策の施された。 全周視界の風貌で覆われ、3つの大型液晶ディスプレイやヘッドアップディスプレイ、ホータスコントロールを備えたグラスコックピットとなっている。ディスプレイやスイッチの機能は、スイス空軍の主力戦闘機である FA-18 と同一にされており、FA-18 への直接的な移行を容易にしている。また、要望があれば、ミラージュ2000や、 ユーロファイター、グリペンといった他の戦闘機に使用を合わせることも可能としている。ディスプレイは暗視ゴーグル対応型なので暗視ゴーグルを使用した訓練にも対応できる。そして機体に統合された訓練システムにより武装の運用シミュレーションを実施することができ、空対空戦闘も2対2までならシミュレートできる。他にも機上酸素発生装置や マーチンベイカー製のマーク16100式射出座席も標準装備されている。これによってジェット練習機とほぼ同様の訓練が可能になり、さらに初等訓練をフライトシミュレーターで行うことですべての訓練過程に1機種で対応できることが証明されたとされているが、さすがにジェット戦闘機特有の空中戦闘機動の訓練を行うことは 不可能であり、PC-21 導入国の中には、より高性能なジェット練習機と合わせて運用している国もある。ただし、超音速ジェット戦闘機の性能をフルに発揮する最高度ランクの訓練においては、複座型の存在する実機があれば、そちらを使えば良いという見方もあり、実際に、スイス空軍では、ジェット練習機をすべて退役させ、 複雑戦闘機で高等練習を行っている。ピラタス社の練習機はその性能ゆえ、しばしば武装して実戦投入されることがスイス国内で論争となっている。ただし PC-21 の場合は、コンピューター制御の非常に複雑な航空機であるため、ピラタス社の協力なしに武装することは不可能とされている。 スイス空軍は6機の PC-21 を受領し、最初の4機が2008年4月に配備された。同年には早くも最初の訓練が開始され、経済効率の良さを証明した。2008年1月21日に、シンガポール空軍向けの最初の PC-21 が収益に先立って行われた納品テストを完了し、同年7月13日には、 シンガポール空軍に配備された。同年8月までに計19機が配備された。アラブ首長国連邦は2009年に25機の発注を発表し、最初の機体は2010年11月22日に初飛行した。その後も発注数を伸ばし続けており、ピラタス社では将来的に1000機程度の需要があると見込んで販売活動を行っている。 ありがとうございます。